この音は何だ。俺は一体どこにいるんだ。誰だ、俺を呼ぶのは。誰なんだ。ネオ生命体、ヒロシを守れ。ヒロシ、望月ヒロシか。博士、望月博士。お前50点ぐらいじゃなかった。じゃあ俺の方がいいや。教えない。え、なんで。教えろよ。じゃあね。じゃあね。バイバイ。君もこの曲が好きなの。あれ、you
私の作った改造人間第1号だ。まだ人間の体を使っているんで、お前よりずっと未熟だからな。
おじいちゃん、あ、ひろし、二足歩行決まった、失敗じゃ。おじいちゃん、どうした、ひろし、どうした、どうしたんじゃ。おじいちゃん、よし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 、本当なんだよおじいちゃん、信じてよ。分かった分かった、だけど変だと思わないか。 なぜその怪物はヒロシを襲ったりしたんだ？うん、そんなの分かんないよ。本当なんだよ。で、後から別の怪物がもう一匹出てきた。うん、バイクに乗って緑色の体をしてバッタみたいな目をしてさ。で、そいつはお前を助けた。そうみたいなんだけど。うん、ああ、そうだ。 ヒロシ、たまにはおじいちゃんと一緒に表行って食事でもするか。え、おじいちゃんいつも忙しいからお前と遊んでやれないし、お前のパパも行方不明になっちまったしな。何？おじいちゃんずるいよ。僕の話信じてないんだ。ヒロシ、本当に怪物出たんだよ。それにパパだって帰ってくるもん。絶対帰ってくるもん。もういい。ヒロシ、 ヒロシ、バッタと言ってたな。待てよ。 ヒロシ君、待ってくれ。 練習日は明日だぞ。変なお兄ちゃんが僕をつけてくるんだ。お前か。どうしてヒロシをつけ回すんだ。なんとか言え。ヒロシ君は怪物に狙われている。だからガードしていただけだ。怪物？あ、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 あ
僕、怪物に襲われたんだ。だから、お姉ちゃんたちに助けてもらおうと思って来たんだ。それも、一匹じゃなくて、二匹なんだ。それは違う。一人は君を守ろうとしたんだ。とにかく、ヒロシをつけ回すのやめてくれ。ヒロシ君を連れて逃げるんだ。行け。ヒロシ君大丈夫？しっかりして。
ヒロシは大丈夫みたい。よし、どっからでも来やがれ。2年前息子が行方不明になった時、息子の研究室にこれだけが残されてた。内容はよくわからんが、息子は一体何をやってたんだね。間違いない、やはり全部望月博士の仕業だったんだ。え？さっきの僕の姿を見てお分かりになるでしょう。僕は博士の実験台にされて改造手術をされてしまったんです。やめてください、博士。バッタの遺伝子で人間を改造するなんて間違ってます。黙れ。私はより強く感情などに惑わされない完全な生物を作りたいだけだ。その後僕はどこをどうさまよったのか。山の中で倒れ今まで眠っていたんです。実は何者かが僕にテレパシーで語りかけてきたんです。ネオ生命体からヒロシ君を守れと。ちょっと待ってくれよ、言ってることがよくわからんよ。ネオ生命体というのは博士が研究していた完全生物です。感情に左右されず凶悪で霊利でものすごいパワーだけがある。博士はついにそれを完成させたんです。ということは息子はネオ生命体を使ってヒロシを襲ってる、君はそう言いたいのか。バカな、自分の息子を襲う親がどこにいる。理由は何だ。理由は嘘だ。そんなの嘘だ。どうしてそんな嘘つくんだよ。どうしてだよ。ヒロシ君、ヒロシ君、気持ちになる。君もこの曲が好きなの？パパ、この子もこの曲が好きみたいだよ。なんだと？余計なことをするな。さあ、早く出て行きなさい。この曲は
ヒロシ君、僕が山で目覚めた時は博士の怒りでいっぱいだった。でもこの曲を聴いてると、博士がどれだけ君のことを思っていたか分かる気がするんだ。パパ言ってた、どんな人でも音楽を聴けば優しい気持ちになれるんだって。そう言ってたのに、そう言ってたのに。パパ、急に人が変わったみたいになって。ヒロシ君、僕の知ってる博士もそうだったよ。昔は優しくていい人だった。でも君を襲った怪物がネオ生命体から作り出されたことは間違いないんだ。みんな一生懸命生きてる、愛し合いながら。これを壊しちゃいけない。お父さんはそういう願いを込めて君にこの曲を聴かせたんじゃないかな。お兄ちゃん。うん、行こう。ヒロシ、ヒロシ。あ、ヒロシ。パパ。ヒロシ君。パパ。ヒロシ。ヒロシ君。わかった。ヒロシ君。ライダー。
広志君、広志君、しっかりしろ。ライダー、ライダー、望月博士。パパ。ヒロシ。パパ。テレパシーを送っていたのは博士、あなただったのか。許してくれライダー、ヒロシを助けるために君を。望月博士、ネオ生命体を使ってあなたは一体何をしようとしているんだ。違う、成長したネオ生命体が私の意志を無視して勝手に動き出したのだ。何？奴はそのプールの中でまだ眠っている。早く逃げろ。もう遅いよ。その上ヒロシにまで手を出すのか。これ以上何をしようというんだ。貴様が博士をこんな姿に。僕の言うことを聞かないパパが悪いんだ。何？パパはね、僕の成長を見て恐ろしくなったんだよ。あと少しで僕が神になれるというのに、愚かな人間の心を取り戻したりしてさ。人間なんか理由の生物だって教えてくれたのはパパなんだよ。さあ、僕をこのプールから解放し、完全な生命体にするんだ。ライダー、パパを助けて。パパを元に戻して。ヒロシ、ヒロシ君、ヒロシ君。
を壊せ。奴の力の源は全てあのプールからだ。この曲が好きなの？ライダー！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 
兄ちゃん、行っちゃうの？ヒロシ君、元気出せ。君にはおじいちゃんや道場のお兄さんやお姉さんがいるじゃないか。ヒロシ！おじいちゃん。大丈夫か？うん。元気な。うん。よし。Oh,